こんにちは、東京ガールです。東京ガール、オランダに来て早くも半年が過ぎました。今日はこういうね、状況の中でオランダに来て半年が経ったので、この半年どんな感じだったのか振り返ってちょっとお話ししたいと思います。特にね、何も決めずにちょっとタラタラとお話ししていくので、話がまとまんなかったらごめんなさい。まあ、映像はですね、私が、この前散歩に行った時のものを交えて、まあ、少しでもアムステルダムの風景をお楽しみいただければと思います。そうですね、半年間ですね、まあ、一言で言うとどうだったかというと、まあ、ロックダウン、ほぼほぼね、ロックダウンだったんですね。なので、まあ、お店も閉まりましたし、レストランもね、閉まっていて、まあ、閉まって、まあ、なんていうんですか、店内での飲食ができず、まあ、デリバリーだけだったりとか、まあ、その街としての印象は、通常、まあ、コロナの前とは違うので、どんな感じかというのは、感想はお伝えできないんですけれども、まあ、どこのね、これはアムステルダムとかオランダとか関係なく、まあ、世界中でね、同じようなことが起きているので、それはまあしょうがないかなという感じですよね。基本的にはね、外には全然出てね、気分転換もできるんですけれども、まあ、冬だったっていうこともあって、すごいね、結構寒かったですね。寒いし、ロックダウンだし、外に出る理由っていうのがあんまりなかったので、どうでしょう、なんか家にいて気分がパッとしないなっていう時に外に出て、あとはまあ食料調達のために外に出るという、まあ、この気分転換と食料を買いに行くっていうだけで外に出ていたかなっていう感じですね。まあ、あと外に出てとてもね、やっぱりオランダ、アムステルダムは景色がすごい綺麗なので、景色を見て気分転換できたのは良かったです。はい、そうですね。あとはどんなこと話そうかな。半年間の、まあ、大変だったことはやっぱりビザの方がメインでしたね。ビザの申請をすることがメインで、だいたい3ヶ月ぐらいですかね、来て最初の月2ヶ月目ぐらいはまず家探しをして、で家が見つかったらビザの申請をしてっていう流れで、まあ、3ヶ月ぐらいですね、落ち着かない時期があって、その後、まあ、ビザがね、無事取れたらとてもね、ああ良かったという感じで、そこからね、今後どうやってオランダで生きていくかというのを考えないといけない時期ですね。そうですね、この時期にオランダに移住して良かったですかって聞かれたら、まあそうですね、自分で決めたことなので後悔は全くないんですけれども、ただね、やっぱりその入国した頃と状況がどんどん変わってしまったので、予想外ではあったんですけれども、まあそれはやっぱりね、何度も言うんですけど、どこの国にいても同じだったかなと思います。で、今後、まあそうですね、一番の課題となるのがオランダでの、まあ、会社を設立したので、まあ事業をね、どういうふうに拡大していくか、今は、翻訳業をしてるんですけども、まあ、それだけじゃなくって、いろんな事業を拡大して挑戦していけたらなと思っています。あとはね、海外での健康管理とか、最初はね、保険に入らずに無保険で3ヶ月ぐらいいたんですね。まあ、その頃はロックダウンと重なっていたので、まあ、特にね、外に出なければ危ないこともないかなと思って無保険で
いました。で今は、ビザが降りたのでこっちの保険に入ることができたので少しワイルドに生きています。続いてそうですね、メンタルとかの話は、メンタルはね結構強くなりましたよ。どうにかねなるという信じる力がついたと思います。心配することが減りましたね。ただね、感情の起伏が激しいタイプなので、アップダウン、スーパーアップみたいな時があるので、エンジンがかかりすぎて誰にも止められないような暴走族、乱射事件みたいなことが私は起きるので、その点はねちょっと海外にいるとは関係ないんですけれども、コントロールね、この半年できたかといえばできてなかったかなっていう感じですね。続いて、そうですね、語学力のところ行きましょうか。語学力はね、英語がほぼ通じるので生活に困ることはないんですけれども、私の英語はですね発音がすごいやばいんですね。なのでオランダ人に通じないこともあって、それは困りましたけど、あとはねオランダ語ですね。オランダ語の成長はこの半年ゼロですね。最初はねオランダ語の音もね嫌だったんですね。なんかこのジーとカーみたいな音がって思ってたんです。でも最近はなんとこの G の音がとてもねなんか逆にセクシーだなって思えるようになってきたのが、成長してるのかなって勝手に思っています。あと総合的なこの半年間の課題がありまして、苦労した点がありまして、それはこの日本脳から海外のへの切り替えがね時間かかるというか、もう苦労の真っ最中という感じなんですけれども、どういうことかと言いますと、日本って平和じゃないですか。で、海外がね平和じゃないかって言ったらそうではないんですけれども、日本人が日本で生活するってことはとても平和なんですよね。言葉も文化も一緒なので、当たり前のことが当たり前に進む、全てが平等に、物が変えたりですとか、決まりがあるのでよっぽどのことがないじゃないですか。だけど海外にいるとっていう自分の当たり前をぶち壊されることがあるんですね。その時のその対処法がやっぱりねまだうじうじしている私には難しいなと思う場面が何度もありました。例えばですね、この前そうですね実例で言うと、この前ですねスーパーでお酒を買いに行ったんですね。そうしたら ID を出す、 ID なんだ、身分証を出してと言われたんですね。で見せたらその ID を取られて、レジに打ち込んでるんですよ。でちょっと何と思って、何を入力してんだろうと思ったんですけど、その時はですね私何にも言えなかったんですね。でそれで何だったんだろうなと思っていて、でまた別の時に同じスーパーに行ってレジに並んでいたら、私の前の人がお酒を買ってて、それでまた ID のチェックをされてたんですね。でその時は見るだけで何も入力されてなかったんですよ。で、あれ私この前入力されてたのに何だったんだろうと思って、これはね考えすぎかもしれないんですけれども、そういうとっさの時に何を入力してるんですかとか、
ね、聞ければよかったんですけど、まあなんかされるがままみたいになってしまって、まあこういうね小さいことなんですけど、いちいちねよくわからないことが起きるんですよ。考えすぎですかね。まあそういうこととか、そうですね、あとじゃあもう一個実例としては、この前ですね、うちのお風呂の換気扇が壊れたんですよ。で、修理の人が来たんですけれども、まあ、土足で入ろうとしてきたので、えっと思って、靴を脱いでくださいますかっていうことを聞いたら、えっみたいに言われて、脱ぐのみたいな反応だったんですね。だけれども、うちは土足禁止なんです、土禁なんですっていう感じで伝えたんです。そしたらまあ脱いでくれたんですけれども、まあそういうですね、まあ、小さな脳を伝える、それは困りますということを伝える練習をやっぱり日々ねしないといけないなっていうのが最近の一番の課題です。まあ、やっぱり土足で入られるのは嫌だなと思って、まあそういうね、なんて言うんでしょうね、小さな日常の中にそういう小さな驚きが散らばっているので、まあそういう時に自分の考えや意見をすぐに口に出せるようなトレーニング訓練をしないとなと思っています。なのでね、まあその点がこの半年間平和に生きていた日本から海外に来た時の戦闘態勢になることがとても大変でした。全然まとまりのない話で申し訳ないんですけども、半年経った東京ガールはこんな感じです。それではこの辺で、また東京ガールズトークをねしていけたらなと思います。まあ、海外旅行とか海外に住んだ時に起きた驚いたこととかはありますか？驚いたことがあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバイ。ドゥイン。 YouTube のライブ配信をしたいと思っています。携帯を通してライブ配信をするには1000人の登録者の方が必要です。チャンネル登録していただけると涙ちょちょ切れます。それではバイバイ。ドゥイン。